シジムのミレイです。今日もよろしくお願いします。今日の企画はですね、はい、100問クイズということで、はい、僕が質問をするので、はい、まあ、一問一答形式という形で答えてください。はい、わ、はい、かりました。テンポよくいきましょう。テンポよくね、はい、意気込みは、意気込み最高っす意味わかんねえ佐藤の名前は、米村美玲です。その名前の由来は、お母ちゃんがペルーにいた時に日本人の方から聞いてつけたらしいです。誕生日は10月17日です。年は35歳です食べらっちゃうの言うの血液型は O 型です。何人家族？5人家族です。どんな性格？真面目です。嘘、明るい人からはどんな性格と言われますか？何も考えてなそうって言われる正直だよ自分の長所は？長所ですか？いつも元気。短所は？短所、切りやすいかな、わかんねえな。切れない、切れないね。短所なんだろう。身長、身長、うっせえ、まあ、確かに短所かもしれない好きな色は？好きな色、赤。自分を色に例えると？青ピンク好きな音楽は？好きな音楽、ヒップホップかな、うん、好きな季節は？夏好きな格闘家は？好きな格闘家、アディフグ。最近のマイブームは？最近のマイブーム、ギターを弾く。本当っすか？いや、本当だよ、これ本当だから。マジで、ちょっとやってみてください。なんで聞くのやる身長いくつ？147 身長いくつ欲しい？160欲しかった好きなお店は？好きなお店？最近ハマってるのはハンバーガー屋さん。好きな漫画は？鬼滅。アニメ見ますか？アニメ見ます。好きなお菓子は？お菓子チョコ。よく使うアプリは？よく使うアプリ違うわ、インスタかなインスタか LINE 最近誰と LINE した？最近ない、ごめん、今さっきの話だったら会長好きな飲み物は？好きなのカルピスソーダ。寝る前に何する？携帯触る。朝起きて最初にすることは？まーちゃんにおはようこれごめん、素だったわ自分を動物に例えると？犬かな。口癖は？マジでよく言うね、言うすマジで言うす。嫌いな虫は？ゴキブリ。うん、ごめん、嘘ついたね、クモ両方嫌いそうです。両方嫌い、うん、同じぐらい嫌いかもしれない。甘党？辛党？甘党。今キックボクシングをやっていなかったら？今キックボクシングをやっていなかったらどうしようもない人間だったと思います。行ってみたいところは？行ってみたいところはエジプト。学生時代の思い出はなんであんな、なんではためらって学生時代の思い出はまあ友達とよく遊んでたことかな、朝まで、うん、部活何やってた？部活は中学の時は剣道部やってました。意外でしょ。テストの最高点数は？覚えてねえよ。100点小学校の時に100点。好きな教科は？好きな教科は、歴史。給食じゃないですか？あ、給食でも、あ、給食でもあり？あ、ないっすよ。ないっす。なし？なし。苦手な教科は？数学。小さい頃の夢は？小さい頃の夢？これ真面目にあれすると10位になりたかった。今の夢は？今の夢は世界チャンピオンね。好きな言葉は？好きな言葉、なせばなる今会いたい人は誰？今会いたい人は誰？マサトかな。 YouTube 何見る？ YouTube 何見る？ YouTube はキックボクシングや YouTube が主ですね。好きなスポーツは？好きなスポーツはキックボクシングがあるよね。出身はどこ？出身はペルーです。出身地で好きな場所は？出身地で好きな場所、
自分の家、携帯の待ち受け見せて、携帯の待ち受け、うちの、愛犬無人島に一つ持っていくならナイフ、その理由は狩りをするため、だって無人島でしょ、飯食えなきゃでしょ。アウトドア派、アウトドア派、アウトドア派ですね。あ、はい休みの日は、休みの日は基本家にいるかな。もうもらって嬉しいものは、まさに今ですか、ウェアとか。カラオケのお箱は、ヒゲだ必ず持ち歩いているものは、携帯と財布。好きなアニメキャラクターは、イノスケ。好きな動物は、ライオン。ゴリラじゃないですか。ゴリラじゃねえよやってみたいことは、やってみたいことは、あ、それこそ来年ね、やってみたいなと思ってるのが、今まで本当にやったことないんだけど、釣りとキャンプと山登りはしたいと思って、本当にやったことない人生の前に。釣りとキャンプ、でも虫で、虫使うじゃないですか。あ、そうなの。釣りも無理だもんね、今までやったことねえのかな。ファッションのこだわりは、あ、帽子っすかね、自分帽子大好きだ。得意料理は、得意料理は、ペルー料理かな。お酒は飲みますか。最近やめました、飲んでません。飲んでいた好きなお酒は、エモンサワお酒で失敗したことは、記憶をなくしてゲロゲロ吐いたこと最悪でした。はい。キックボクシング以外の格闘技をやるとしたら何？剣道かな、睡眠時間は平均して5時間。ピアス何個開いてますか？1、2、3、4、5個。苦手なものは、虫。最近の楽しみは、アニメを見ること。どんな選手になりたいですか？みんなが目標としてくれる選手になりたいですね。はい。聞かれて困る質問は、聞かれて困る質問、聞かれて困る質問なんだろうもうやってる。最後のデートは何って言ってる、最後のデートはいつとかですか。あ、別に特にないんだよね。はい。今何問目、今何問目、70です。今 70? 起きてるね。得意なことは、得意なことは運転。地元どんなところ。地元はクソ田舎ですけど、ちょっと走るとめちゃめちゃいい景色が、見れるところかな。反抗期はありましたか？ありました、もちろんです、もちろんです。好きな野菜は、好きな野菜はキュウリ。好きな、はい、キュウリ野菜好き、野菜だね。好きな果物は、好きな果物はマンゴー。そうなんですか。マンゴー大好き。マンゴー、マンゴー好きなの。マンゴー大好き。バナナじゃないですか。バカ野郎、どうやって言いたいだろう。ちげえよ、マンゴーだよ。ちっちゃいバナナ、ちっちゃいバナナね。何個もこうやってこう。苦手な食べ物は、苦手な食べ物はキノコ系ですね。クリスマス何したい？クリスマスは、そうですね、のんびりね、どっかお出かけとかしてみたいですね。今日まさに今日クリ、そう、まさに今日クリスマスだからね。俺たまたま本当にたま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 か、はい。人生で一番痛かったことは、人生で一番痛かったことは、鼻を折ったこと。いや、鼻は絶対折らない方がいい。好きなおにぎりの具は、好きなおにぎりの具はシーチキン。誕生日何して過ごす？言って言ってんだよね、特に何も。占い信じますか？あんま信じないかな。もう何に一番お金をかけてる？今すか？エステ。どんなエステ？顔のフェイスの、洗顔とかもそうだし、グレージングとかもマッサージしてくれるやつ。はい。一人で生きていけますか？生きていけないと思います。最近泣いた出来事は？最近泣いた出来事は、本当に最近だと、そうだね、仲間のことかな。最近起こった出来事は？あ、仕事のことかな。うん。最近嬉しかった出来事は？
最近嬉しかった出来事はジムの、もう本当に数日前だけど、ジムの会員さんに嬉しい手紙をもらったこと。最近感動した出来事は、映画を見て感動しました。自分のこと好きですか。自分のこと、そうですね、最近好きですね。はい。なりたいまたは憧れている人は、若いけど那須川天心君かな。ストレスの発散方法は、ストレスの発散方法はサンドバッグを蹴ることです。毎日やった毎日やった。友達多いですか。友達は少ないです。最近成長したなと思ったことは、最近成長したなと思ったことは心が広くなったこと。魔法が一つ使えるなら、魔法が一つ使えるなら、身長伸ばしたい。す過去に戻れるならいつに戻りたい。特にないかな。過去の自分に一言。お前あと2体目見るぞ。またリアルな今の今言葉重かったっすね。人生で一番嬉しかったことは、家族の存在と秀ジムの今の仲間の存在にこう気づかされたことが一番嬉しかったことかな。今の人生楽しい。いや、めっちゃ楽しいです。楽しんでる。今後の目標は、タイトルをあと3つぐらいは必ず欲しい。最後に自己 PR をどうぞ。自己 PR、 はい、めちゃめちゃのんきでパンパカパンで、ね、何も考えてないかもしれないですけど、とりあえず楽しいやつだとは思うんで、これからも応援よろしくお願いします。で、あとはちょうどこの動画が流れるのが年末だと思うんで、皆さん良いお年を。コロナとかね、いろいろあると思うんですけど、体調管理しっかりしてもらって、で来年必ずいい年になると思うんで、そこら辺はね、みんなで、ね、いい年を迎えましょう。はい、じゃあ次、この100問クイズを回す人がいます。ジャカ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